こんにちは。あの、今回はですね、えー、島根県の出雲へ行ってまいりました。えーとですね、名古屋から、あの、飛行機で、あの、出雲まで行ってきました。あの、名古屋はですね、県営、えー、名古屋空港という、あのー、セントレアともう一つの方の、今はあの、かなり便も減って、 こじんまりして、あのー、る空港なんですけどもで、えー、出雲の、えー、出雲縁結び空港というあの非常にユニークな名前の、えー、空港でお、えー、りましたねあの行ってきましたあのー、何度乗ってもですねどうもあの飛行機っていうのはあのー、緊張しますねあのー、どうもこう宙に 浮くっていうのは人間が、どうも今一つ感覚的に信じられないというか、あの、まあ、物理的にはね、飛ぶってその理屈は分かれてるつもりなんですけども、どうもなかなかあの昔から、例えばなんか、あの、地に足のついた生活とかですね、あの、例えばなんか、 浮いたかひょうたんなんていう言葉がありましてね。あんまりいい言葉じゃないですけども。あのどうも人間ってこう、こう地面から浮いてるっていううは、どうもこう不安が、あの、残るというか、そんな気がいたしますね。で、まあ、実際にはですね。 安全性っていうのはもうかなり、その確率的にもあの、自分、自家用車に乗って、高速で乗って高速道路でどっか、あの、ドライブ行くよりも、もう格段に安全という、あのー、確率的なもう、もう実証されててですねで、何も不安に思うことはないんですけども、はい、そんなでね、行ってきましたけどもね、あのー、出雲から、あ、そうですね、あのー、出雲大社、行ってきました。 もう素晴らしいですね。あの空気がですね、そのすぐこう山が深いと言いますかですね、山からこのこう、吹き下ろす風がすごくこう、なんていうんでしょうか、あのー、マイナスイオンというか、すごく感じましてですね、もう日もいい気がしますね。で、また人がいいですね、人がもうとっても穏やかなあ感じがもう伝わってくる感じで、もう皆さんご親切、親切で、 で,ですねその出雲大社まで海からですね、あのー、神を迎える道という道がありましてそこを通ってですねもう朝早朝にですね海から、あのー、出雲大社まで歩いてきましたけどねちょうど通学の時間と一緒になりまして子どもたちとですねあ,のあとご近所の皆さんがあの挨拶運動なんてされてて「おはようございます」なんてね皆さん私観光客の私たちにもですねあのー、もうすごく。 あの明るく挨拶していただきまして気持ちがいい、あのー、方たちだったですねでもその神を迎える道っていうのはこの要はあれですよね10月っていうのは神奈月ってあのよそで言うんですけど神財月というか神ある月みたいであの出雲ではですね皆さんもう神が集まるので,でその集まる神様がなんか海からこうゾロゾロと上がっていらっしゃるみたいで,でその道を。 えー、一応こう通ってきましたけどねもう皆さん本当に気持ちよいまあでよくこう綺麗にされてらっしゃるんですね皆さん綺麗好きの方が多いのか玄関先でもずっと綺麗いにもうされてましてですね気持ちがいい道だったですねであの出雲大社でお参りしましてねで参拝しましてであの隣になんか あの資料館というか博物館まずすぐ中に小さいのがあってまたちょっと離れて大きなのがあって両方見てきましたけどあのーすごいですねあのなんかその昔4 8ルっていう巨大な高さの建物のですねがあったっていうでなんかそういう資料が残っててですねあのーなんか図面があったって言ってでー まあ伝説になっってたたとといいいういううううかこのがあったらしいというで実際に発掘したらですねその柱が出てきたと実際のそのそん 3. 点何メートル3メートル以上のですね直径の柱があのー、あってでその柱もあのそんな大木ないですから3本の柱を束ねて一つにしてあってそれがもう、えー、3メートル以上ともう相当 の高さになるというです、ね、あのー、ものだということがその発掘調査でも明らかになったらしくてですねどうもその、えー、東大寺あの奈良の大仏様がお見えになるその、えー、東大寺よりも、えー、高かったというもうそれは巨大な建物があったら,らしいですね。でなんかあの神話もですねあの稲葉の白ウサギですかあのー 昔聞いてですねなんとなく記憶に残ってたんですけど「神様でもあれですけどねもう意地の悪い神様をお見えになるんですね」。だから優しい神様が見えてあの稲葉の白ウサギ背中になんかもうあのヒリヒリなんかね痛いのに海水だといいよ」なんて意地悪言われて <laughs> ひどいですよね。であのうさ,ぎさんかわいそうにもう ひリひになってるところをもうあのいい神様もお見えになるっていうことでよかったですねそんな深夜もあってあの今回もですね非常にいい旅をし,してきましたねでそうそばが美味しくてですねお水がいいんですかねそば屋さんたくさんそばが多いとにかくおいしい,しいでやっぱりそばには日本酒が合いますね不思議なもんであれ日本酒合いますねでで今回もですねお蕎麦と あの日本酒を冷やでいただいて、えー、もうもう非常に美味しく頂い,いてまいりました <laughs> まあそんなことでねあのいい旅でしたけどもねまたあのー、また行きたいなっていう気があしましたですねええー、今日はそんなところではいあの映像もね多少の撮ってきましたので、ね、あのご覧になっていただけると嬉しいですけどね、はい、では今日はこれで失礼いたします 補足です、えー、と今回ですね飛行機に乗ったことでちょっと思い出したことがあるんですけれどもねあの飛行機といえばライト兄弟ですよね、まああのー、人類で初めて、えー、飛行機で、えー、空を飛んだという、あのー、ライト兄弟、あのー。ライト兄弟が作った飛行機っていうのはですね実は飛ばない飛行機だったんですよね、まあ、正確に言うとですね。 飛ぶのが極めて困難な飛行機って言うんでしょうかね要はあのその図面は残ってますので今それをですねあの図面の通りに再現してきっちり作ったとしますねただその飛行機っていうのはもう飛ばそうと思ったらですねもう相当熟練したパイロットが全てをコンピューター制御にしてそれでやっとこさ飛ぶか飛ばないかの ものらしいんですよね要はまあ素人が飛ばすのはもう絶対に不可能だというで,ですよ、ね、その <laughs> でも,もちろんですね飛行機操縦スクールに行ったことはありませんし当然飛んだことないわけですからもう完全なる素人なわけですよね。でじゃあ飛ばなかったかっていうときっちり飛んだ記憶が。 記録があるそうなんでまあ、当然飛んだんですけども。もうそれは要は二人の並々ならぬ執念が飛ばしたということなんですよね。ですから、その奇跡まあ、まさに奇跡っていうことなんですね。ですから、そういうのもあのー、こう。今回飛行機乗りながらですね。なんかああたったわずか。 もうそんな昔の話じゃないですもんね100年とかそんなことですもんねそこからもうどん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 あの進化して今やジャンボジェット機からあれですよねもうコンコルドそれからレーダーにかからないようななんかもうすごい飛行機だとかあとヘリコプターみたいな垂直にこう上がって飛んでっちゃうようなのとか。 まあいろんなもんにどんどん進化してもう、あのーまあ、ライト兄弟が飛んだからあじゃあやれるんだって思ってどんどん後に続いていろんな開発する会社ができたりとかいうことですもんね。ですからライト兄弟が飛ばなかったらもう飛行機はあと何十年そしてこれ100年、えー、あれが遅れたかもしれないということですよね。 ですから、まあ、私らがこうスッと乗ってあの出雲とか行ってこれるのもまあライト兄弟のおかげだななんて言って感動し,しました今回ね。でもうあれですよ1時間かからないですもんね名古屋からうん50分ぐらいだったんですね。で50分って言ってもおそらく旋回してあのー、もうもっとスッと行ったらもっと早いぐらいだと思うんですよね。もうですので、すのありがたい ことですねはいそんなことですはいでは失礼いたします